かしいことは全て俺が解決するから任せてみて、抱え込まずに相談ください。お助けもアンディ南野です。じゃあ先日の動画で、女性2人から相談を聞いたんですが、ちょっとその相手の、まあ、契約した男性ね、契約した会社の男性営業マン、いわゆる営業マンをと話をする機会を設けることができたので、今から、まあ、その女性と今回のこの前の女性2人と相手とで、そこに私も同席して話をちょっと聞いてみようかなと。で、このことでやっぱりそのちょうど数日前も大阪で90人逮捕、FX で儲けられますよ営業詐欺みたいな、お金集めまくってた、あの事件もあったことやし、やっぱりそういうのが増えてるんじゃないかなと世の中的に。で、これ以上被害者が一人でも増えなければいいなっていうのと、で、知らず知らずのうちに、あの女性たちも言ったけど、知らず知らずのうちに私たちもそこの詐欺に加担する加害者側に知らず知らずになってたかもしれないなとか、そうですね、なるような人を増やしたくないなっていうために、何か世の中社会的になんか力になれればと、あと啓蒙動画になればなという思い で、今からもうすぐかな、その場面らしいんで、はい、でと我々も同席するために行こうかなと思います。行きましょう。まあ、でも女の子たちも思いが伝えれればいいですね。ねえ、まあとにかくその彼女、せっかく会う場面がずっとなんか連絡も拒否されてたみたいな、まあ、では全然出てくれへんみたいな、逃げますよね。でようやくちょっとその話する機会が作れたんで、彼女たちの思いをまずはいぶつけてもらえればなと思います。それでは行きましょうか。はい、ちょっといいですか、ちょっと話聞いてもらいます。あ、すいません、お話しします。すいません、すいません。ちょっといいです。待っていてもらうでもいいですか。多分その10分、15分ぐらいと思う。なんかお話しようですか。一旦すいません、そちらで待っていてもらって、すいません。身内です。口は挟まないんで、どうぞ。動画撮られてるのちょっと気になる。そんな難しいこと言ったら、家やったら喋らなくても大丈夫です。はい。
そうそう。それは間違いないんですか？それ、明言できないんですよ。はいはい。わかんないんで、結構前じゃないですか。なるほど。で、そこで、そういうことされることってあるんですか？基本ないと思いますけどね。基本はない。うん。よく知る限りだと思います。全員が全員知ってるわけじゃないです。なるほど。今こうやって動画撮られる最中でこうやって言ったら現地になっちゃうから言えない。え、それってイエスってこと？うん、いやそれイエスは言ってない。え、だってよろしいことやってなかったらさ、うん、やってないですって言うの？それは感情の問題で、その言ったか言ってないかの話で、その今言いましたっていうことは難しいじゃん。その実際は覚えてないから。まあ、それはまあ、いけ確かにその気持ちもわかるし、うん、それはそうなります。じゃあ次行きましょう。それはあの、さんの気持ちも分かるし、今だって自分に分かったって勝手なこと言っても、会社から降りんから嘘になるし、でも一応持ち帰らなあかんっていうことをはっきり言うたら、あのそんなになっちゃあかんってなるやろうが、今そういうふうにちょっと濁らせる。それだけで一旦持ち帰ってもらわないと多分あかん話やし、ほんで、こっちのさんは、たまたま実はここほんまにリア友で、で、なんか電話してたんですね。いや、俺じゃない。うん、それはここの、身内の方で。はいはい。で、そこはもう一部返金しますっていう連絡、あの返事をいただいたらしいんや。あの、実は私こんなことがあって、一部返金してもらえるような詐欺にちょっとあっちゃってんけどっていう話をここにしたら、ちょっと待ってって言って、たまたまほんまに、これはほんまで、たまたま合致したそうで。で、それを聞いて、ちょっとさあ、あの友達のだからもちょっと詳しく聞かせてって言ったら、すごいもう全く同じ話だったから、それちゃんと話した方がいいねだったら、まあ、おととい、2、3日前も、大阪でもすごい逮捕者が出てるし、法律弁護士入れて、警察沙汰でいいんじゃない言ってたけども、でもそれは一回テーブルを囲んで、して、来ても多分そのいきなりは立ち会ってもらえへん、来てもらえへんと思うから、ちょっとあのどうしようかなって考えたら、たまたま見かけたから、新宿風。まあちょっと、あの人やねんって言うから、伊勢丹の前言ってたら、って言って、どういうことって、いや、この前言ってた、そのさんっていう人、来てって言うから、ちょっと後ろついてんこってたら、ここ上がってきたから。こうさせてもらったんやけど、ここが友達っていうのはほんまびっくりしたし、同じ人にまさか、それはもうすごいです。そう、ほんでたまたま我々もうろうろしてるから、で聞いたら、頭見てちょっと今いてていいけど、ちょっとこうさせて、急にちょっとこうさ、もう申し訳ないな、話されて申し訳ない、
大丈夫、聞こえたりして大丈夫。で、そのもちろん今すぐどうのこうのって返事ができんの分かるけど、もうその女がもう弁護士相談して検索って言うてたんやけど、はい、うん、まあ聞いてた。そのドクメントはじめ仕事で契約で自分たちも通りないっていう気持ちした心だって言ったんならば、まあ、ちょっと話して、ただそれは向こうはその契約書は正規のものでも、すごい対する、うん、内容が、うん、どこかでも要請のあるものがあるんならば、うん、そこは一回話して、うん、あのそこはちょっとうまく話してたら、うん、いいんじゃないの、契約したら自分も、うん、無理やり関西じゃないやから、うん、まあっていうのは、なんか思って、うん、で、肩持ってたわけじゃない、うん、そこはちょっとそのお話だけしてもらえたかなと思う。日本性があるかどうかに関しては、僕は法律のこと詳しいわけじゃないので、顧問弁護士がいるから聞いたら、うん、やっぱり一つの部屋で、密室で、うん、そういう、ここであのクロージングっていうのは、正規の契約書を前に出してもいい、日本性のものもある、内容によって無理くり時短書書かすとか、うん、出たというか、みたいな話やから、うん、だからそれはあの契約書としては認められないよっていうものかどうかはすごい時間もお金もかかるから聞いてみた、かっこたない、うん、そこはなかった、うん、その恫喝してかけるみたいなっていうのがさ、まあ、女性って結構法律的にも結構立場が弱い、弱者で、そのやっぱり上手に上手に説得してるつもりでも、その説得を承諾しなければ帰らせてもらえないんじゃないかなと思ったら、これはもう精神的な強要暴行になるから、精神的な怖さを感じてないので、もそこに対して脅迫性強要性っていうのを感じれば、それはもう、ちょっと違うから、そこを誰が判断するかですね。そうそうそう、で弁護士さんはこれはもう強要性ちょっと感じられますねって言ってて、まあでもちょっと待ってと、うん、であと一つは、さんは、うん、自分の勤めてる、会社名、うん、であの会社で取って消費者金融で借りた、うん、ここは私だ、借りてきなさいよって言って借りて、うん、この借りたらっていう提案してること自体もちょっともしかしたら違法性があるんだけど、うん、まあ、それはまあ自分の意思でやってるから、うん、まあそれはちょっとこれはもうちょっと詳しく、うん、のことを弁護士先生に聞いてもらったらわからないんだけど、うんうん、ここは、あれどこで働いてる？はい、その時の在籍出したの？給与明細出したの？それは何でだそう？いや、私は自分で提案したの？自分が終わってます。それはどういう話でそこを出そう？消費者金融で借りる提案をされたと。すごい、しました。お金が現金がないやったら消費者金融とかで作ったら、なんでかって、そうだから持ってきても儲かるよというお話。私は絶対稼ぐって話は絶対しない、絶対にとかじゃなくて、うん、今あその元手があってこっちに本産業で入れてもらったら仕事バンバンに教えられるし、仕事取れるから儲かるみたいな、儲かるって言わなくても、今でもそこで借りるっていう手段あるよっていうのは、うん、僕からは何も言ってないですね。それは、ね、会社との話なんで、うん、そのなるほどね、で、それから多分ちょっと話で、その無理だったらやめてもいいよっていう話は絶対してるんで、それでもやるって言ってるから多分話は進んでる。なるほど。それで、給与明細をあのパソコンで作ってもらったと。そこはそのあれ、例えば消費者金融からそこに働いてるから在籍の電話って入ってるから、その携帯の番号は多分残ってるやんね、契約書に借りた時の、多分問い合わせたら分かると思うんですよね。その番号がそちらの会社、そちらの方と合致したら、それはさ、弁護士やったら調べることできるから、その番号をなぜそこに、そこを知ってるのかっていうのは、うん、ちょっとそこら辺の話詰められて、僕何とも言えないから、どうしても、ね、今この状況だと思う、大丈夫、大丈夫、大丈夫、この中で僕一人っていう逆の立場みたいな、うん、こちらの感じになっちゃうので、うん、何とも言えないです。大丈夫、もしあれだったらもうすぐ出てもらっても大丈夫で、だからこっちだったんです。
でも大丈夫。あと、なんか君のプレゼントを聞いてはいる。弁護士として話してもらったら、会社から、会社に一応問い合わせて、全額返金もしくは一部返金っていう話が来てないけど、どうしますかっていうのを返金を上げてほしいです。今日、一応この話あげるんで、うん、それであげてるんで、そこでまた、元誰ですか？ここでそれぞれしてもらえたら。私の LINE ブロックしてる。LINE だけにしてもらえたら。ちょっと見せるとして、LINE ブロックする。一応 LINE だけは、もういいです。すいません、私ちょっと。ちょっと返事いただいて、それでいつまでにですか？月曜日から。どうする？まあ、今日言ってるんで。今週いっぱいぐらいに。かなとは思います。電話やったらそのもう。僕が直接言う。でもいいし会社からでもいいし、電話じゃなくて。まあそこはちょっと。じゃあそっちの話があると思う。そう、それはもちろん。電話しつけ。話に多分なるかなとは。大丈夫です。そうだったらもうあのこっちもメディアに訴え、弁護士と話してメディアにちょっと訴えようかなと思って、うん。はい、皆さん、今ご覧いただいた動画がやらせなしの完全なリアルです。で、まず相手とあえて話せたことで一歩進展するかなと思ったんですが、うん、なんかのらりくらり、のらりくらり。で、結局その、あの、相手の男と、こちらの被害者の女性と連絡取り合いはしているみたいなんですが、特に大した進展もなく、なんか、まあ、舐めた感じでのらりくらりしてるという報告は聞いてます。で、あの、まあ、こういったことで、まあ、数十万とか、まあ、100万円ぐらいの被害に遭う方で、できることって言ったら、返金してくださいって言って相手に何度も何度も連絡するか、もしくは民事裁判、打つしかないんやけど、それに対してもやっぱりそのお金ってかかるから、例えば初めに弁護士さんに相談する相談料、もしくはお願いするやったら着手金、前払いとか、裁判が始まったらあれやこれやで、やっぱかかる経費っていうのがあるから、それも全部その一旦は先にお金出さなあかんし、例えば30万のお金を取り戻すのに裁判費用が弁護士着手金でも10万から30万とかで、そこからプラスアルファかかる経費考えたら50万から100万円ぐらいで、まあ早くて半年から1年半ぐらいかかって30万とか50万とか100万円とかのお金を取り戻すような裁判をするんやったらもういいわっていうふうに諦めたり泣き寝入りしてしまう方とても多いです。で、詐欺をする側もそこを見越して数十万ぐらいのことやったらいちいち裁判してけへんやろと思ってやってるようなケースが多いような気がしました。で、今回ももしかしたらそういうケースなんかなと思います。で、まあ同じようなこんな事案やもしかしたら詐欺じゃないのとか、そういうのに引っかかったんちゃうかなって。でもこんな恥ずかしくて言われへんとか、どこの相談者が分からへんとか、警察に行ったけど、それはもう刑事事件じゃなくて、それ民事ですねとか。で、どこに相談すればこういうことっていいのって悩んでる、困ってる人、塞ぎ込んでしまってる人、おられれば、気軽に私へ DM ください。概要欄に、私の SNS の各種リンク貼ってあるんで、そこから DM くれれば、どんな方からの DM も私は、必ず目を通します。と、最後になりますが、この動画は啓蒙動画です。収益の、この動画の収益の一部は、NPO 法人、駆け込み寺みたいな、ああいう、こういった困ってる人とかの、お力になるような団体、そういったところに、収益の一部を寄付しようと思っています。そして私は、こういった、お困りの方、依頼者から一切お金はいただいておりません。ですが、この動画、そして私のこういう運動、活動をしていくのにあたって、どうしても、
お金はかかります。で、私のこういった運動をサポートするよとか応援するよとか支援するよとかいう方おられましたら、ぜひ YouTube のご協賛、お待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。そちらも DM ください。よければお待ちしてます。といったところで、とりあえずまた相手から返答返信があり次第続編を出しますので、皆さんもう少しお待ちください。それでは今後もアンディ南のお助け本舗よろしくお願いします。とりあえず正式名称じゃないんやけど、お助け本舗カッコ仮という、活動タイトルでやっていきます。それでは皆さんありがとうございました。アンディ南のお助け本舗でした。どうも。